ママ、バスが来たよ。僕のママは妊娠9ヶ月。今日はママの定期検診の日だった。僕たちはバスに乗っていつもの婦人科検診に向かうことにしたんだけど。さあ、ママ気をつけて登ってね。ありがとう、ひでひと。そう、僕のママは目が見えないんだ。よー、いて、あ、こら、何するんだ。ごめんなさい。すみません、すみません。バスは思ったより混んでいて、ママの目が不自由なばかりに、僕たちはバスの中で緊縮を買ってしまった。それに、すみません、席を譲ってくれませんか。ママは妊婦で。僕は優先席に座るおじさんに席を譲ってもらおうとしたんだけど。はあ、嫌だよ。だってそこは優先席じゃ。関係ねえよ、早いもん勝ちだろうが。どうやらおじさんは席を譲ってくれる気はないようだった。なんでだよ、おかしいじゃんか。優先席は体に不自由のある人が優先でしょ。僕は頭に来たから反論しようとしたんだけど。うるせえのが乗ってきたな。静かにできないのかしら。ひでひと、いいのよ、釣り革に捕まりましょう。うん。これから数十分ママは立ちっぱなしだ。もし急ブレーキで転んだりしたらどうするんだよ。お腹の赤ちゃんに万が一のことがあったら。なんだかこのバスの乗客はみんな嫌な感じだった。え？外傷性視神経症、それがママの目が見えない原因だった。4年前にママは交通事故に遭って、その時に頭を強く打ってしまった。それで目が見えなくなっちゃったんだ。そして去年、ママが妊娠したことが分かった。だけどそれを聞いてパパが突然出て行っちゃったんだ。頑張れ、それだけ紙に残してパパはいなくなってしまった。こんなのってないよ、ひでひと。とにかく僕たちは不幸だった。もともと貧乏だったうちは、それからもっと貧乏になって、学校でもよく笑われるようになった。ちょっと待てよ、ひでひと。え？お前手が異様に汚くないか。そうかな。僕の家では水道代の節約のためにお風呂も2週間に1回だった。汚ねえ。ひじかみね。さあおばあさん、気をつけてください。すまないね、アントンさん。それにしてもパパはどこに行っちゃったんだろう。せめてパパがいてくれれば僕たちはもっとマシな生活ができるのに。僕がそんなことを考えていたその時。あれ、ひでひとじゃん。うん。学校の外で一番会いたくない人が乗ってきた。クラスメイトのやすきくんだ。はあ、これがお前のママかよ。そうだよ。あなたは秀人のお友達かしら。うちの秀人のことよろしくね。だけどやすきくんは。ちょっと。ん？お前の母ちゃん本当に目が見えねえんだな。やすきくんは僕のママを笑い物にしだしたんだ。あ？っていうかさ、お前のママお腹が大きいけど。妊娠してるんだよ。僕の兄弟がお腹にいるんだ。もうすぐ生まれる予定で。するとやすきくんは。盲目で妊娠するなんてしんど。見えないのにどうやって子育てするんだよ。それを聞いて周りのお客さんたちも笑い出した。なんだよみんな。その時。こら、なんてこと言うんだ君は。え？途中で乗ってきた男の人が見かねて怒ってくれた。というかあんたも席を譲らないか。どう見たってこの人は妊婦さんじゃないか。バランスを崩したりしたらどうするんだ。うるせえな。わかったよ。ありがとうございます。おう、どういたしまして。君はお母さんを助けようとして偉いな。この人は便利屋のアントンさんって言うんだって。おかげでママは優先席に座ることができたんだ。よかったねママ。ありがとうございます。ああ、つまんねえの。
それから屋敷くんはおとなしくなったんだけど。アントンさん、次で降りたいんだがね。わかりました。次止まります。それじゃあ君たちも気をつけてな。はい、ありがとうございました。アントンさんはバスを降りていってしまった。そしてまたバスが動き出すと。なあなあ、ヒデヒトのママってさ、生まれてくる子がかわいそうだなって思わないの？え？なんでだよ。ヤスキくんがまた絡んできた。だって目の見えないママなんて嫌だぜ。それは言い過ぎだろ。僕は嫌だなんて一度も思ったことないぞ。謝れよ、ママに謝れ。僕はあまりのことに怒鳴ってしまった。また始まったよ。うるさいわね。でももう助けてくれる人は誰もいなかった。ヒデヒト、次で降りましょうか。病院へは歩いて行きましょう。そんな、僕らが降りる必要なんてないよ。だけど次の瞬間。いや、降りろよ。え？さっきからうるさいんだよ。降りてくれないか？そうよ、あなたたちが乗ってきてから全然眠れないわ。降りなさいよ。みんなが僕とママに降りろと言ってきたんだ。ほら、みんな邪魔くさいんだとよ。なんだよ、みんなして。僕は信じられなかった。ママは目が見えないのに、お腹には赤ちゃんがいるのに。そして次の瞬間。え？バス停でもないのに運転手さんはバスを止めたんだ。すると運転手さんは僕たちのところに近づいてきて。今すぐここで降りろ。え？運転手さんまで。運転手さんも迷惑だってよ。このバスには僕とママの味方がいないようだった。僕はあまりのことに涙が溢れてきた。だけど、この人たちを笑ったやつは全員今すぐここで降りろ。え？僕たちじゃない、運転手さんは他の乗客たちに言っていたんだ。黙って聞いてりゃ気分の悪い。運転手さん？あんた何言ってんだ。俺たちは乗客だぞ、金払ってんだぞ。それはこの人たちも同じだろうが。なのになぜ降りろと言われなくちゃならねえんだ。しかし目が見えないことの何が悪いんだ。お前らが笑う権利なんて1ミリもねえぞ。運転手さんは僕たちのために怒ってくれた。おいお前、聞いてんのか？降りんのか降りねえのかどうすんだ。いや私はその。てめえはいい年こいてふんぞり返りやがって。てめえみてえなのが優先席を占領するなんてこの国は終わりだな。あんたには子供はいねえのか？いますけど。だったら妊婦の大変さがわかんだろうが。なぜかばってやらねえ。てめえもだぞ。親はどんなしつけしてんだクソが。こんなハンデ背負った妊婦を笑いもんにしやがって。あんたら今日家に帰って寝る前にどう思うんだ。今日もいい一日だったって思えんのかよ。いいか、お前らみたいな人手なしを運ぶくらいならな、俺は今日ここで職を失ったって構わねえ。こんな仕事やめてやるよ。運転手さん、その時だった。ママどうしたの？ママ生まれそう。破水よ。ママは赤ちゃんが今にも生まれそうになっているようだった。ここに横になりなさい。ママ。すみません、救急車を一台お願いします。妊婦さんがいるんです。それを知ってみんなはママのことを手伝ってくれたんだ。だけどダメだ、この先渋滞で救急車の到着に時間がかかるって。生まれる。こうなったら仕方ねえ、このまま病院へ行くぞ。いいかみんな。行ってちょうだい。ちょっと待てよ、俺は塾が。構わん、行け。乗客全員が承諾してくれた。つかまれ。そしてバスは運転ダイヤを無視して産婦人科に直行した。僕、私の手につかまりなさい。大丈夫、すぐ病院に着くわよ。ありがとう。さっきはすまなかったよ、ちょっとイライラしててね。
俺もだ。競馬で負けてむしゃくしゃしてたんだ。すまなかった。みんな本当はいい人たちだった。今日はたまたま虫の居所が悪かったんだ。そしてはやはやはや、ママ、やったよ。無事に僕の弟が生まれた。そして驚いたことに、遅くなってすまない。パパ、パパが帰ってきたんだ。聞くとパパは僕たちのために出稼ぎに出てたんだって。僕たちを捨てていなくなっていたわけじゃなかったんだ。すまん、すぐ出発しなければいけなくてな。パパはあの紙の裏にちゃんと書き置きしていたみたいだけど、僕は気づかずに捨ててしまったんだ。それとあのバスの運転手さんはというと、勝手に経路を外れたから後日会社から懲戒処分が下ったそうだ。だけど僕は便利屋のアントンさんに協力してもらって署名を集めた。そのおかげで運転手さんは1ヶ月の減給処分で済むことになったんだ。すまねえな、あんたたち。このことは地元の新聞紙にも取り上げられた。ヒーローは案外身近にいるんだ。俺もこの前はごめん。ヤスキ君もあの一件で反省したようだ。僕も大人になったらあの運転手さんみたいになりたいと思ってる。だってそっちの方が絶対かっこいいからだ。